トヨタアベンシス、アベンシス、アベンシスは、トヨタ自動車が、イギリスのトヨタモーターマニュファクチャリング LTD で生産され、主に欧州で販売されていた D セグメント級のステーションワゴン、及びセダン、ハッチバック型の乗用車である。日本でも一部仕様が、輸入販売されていた。1997年の暮れに、カリーナ E、 日本名コロナの欧州使用者の後継者として発表され、1998年に欧州専売。ただし、ワゴンは当時のカルディナの姉妹車車種として販売が開始された。カリーナ E からのキャリーオーバーとなったエンジンを除いて、設計は一新され、特にセダンは BMW3 シリーズ E46 を思わせるボディスタイルとなった。生産は英国、ダービージャーにあるとムック。 トヨタモーターマニファクチャリング LTD のバーナストン工場で行われた。なお、同時期にカローラの5ドアリフトバック E110 系も英国での生を開始している。エンジンは 1600cc、1800cc 及び 2000cc のガソリンエンジンと 2000cc のディーゼルターボエンジンの4種類。ボディタイプは4ドアセダン、5ドアハッチバックセダン及び5ドアエステー。 ワゴンの3種類であった。なお、ワゴンモデルは日本で2代目カルディナとして販売されている。当初はコンフォート志向のラインナップでスポーツモデルなどの設定はなかったものの2000年夏のマイナーチェンジで専用エアロ、チューンドサスペンションなどを装備したスポーツグレーの 2.0SR が追加されている。それとともに全モデルのエンジンが一新され、 2000cc 仕様は 3SFE から可変バルブタイミング搭載の 1AZ フスに換装された。2001年には7人乗りミニバン仕様のバーソが追加された。日本でも2代目イップサムとして販売された。エンジンは 2000cc ガソリンエンジンのみの設定。プラットフォームは2代目アベンシスのものが先行して採用されている。なお、2002年2003年には オーストラリアのオーストラリア S ベストカーズにおいてベストピープルムーバーを受賞していい。ちなみにオーストラリアではセダンステーションワゴンモデルは販売されていない。二代目は2002年12月のボローニャモーターショーで発表され、ヨーロッパでは2003年3月から販売。ヨーロッパでの目標販売台数は年末までに10万台。 同年10月6日には日本でも有形工場からの輸入販売が開始された。国内の目標月間販売台数は2000台。日本ではビスタの後継モデルとして位置付けられ、旧トヨタビスタ店2004年4月からネッツ店沖縄県では当初からネッツトヨタ沖縄での扱いで発売されたが、形式的にはカムリ系に割り当てられる V、XV 系ではなく、 コロナ、カリーナ、セリカ系に割り当てられる T 系の形式が与えられていた。前述のように、元来、カルディナ、コロナの応酬仕様という趣のある車種であるため、コロナ、カリーナ、ゲン、プレミオ、アリオンの流れを組んだ車であると言える。レクサス店の開業により、アリストとアルテッツァの廃止後は、ネッツ店取扱車種としては、 唯一の4ドアセダン及びステーションワゴンであった。日本では 1AZ フスに 000cc エンジンを前輪あるいは4輪で駆動するセダン、ステーションワゴンを販売。2005年9月29日の一部改良からは 2400cc の 2AZ フス搭載車も追加。他のトヨタ車に設定されている関連値仕様は標準となっている。また、欧州ではセダン、 ステーションワゴン5ドアリフトバックの設定がある。ユーロンキャップで最高ランクの5つ星を獲得。2006年5月のマドリードモーターショーでフェースリフト版が発表され、英国では7月1日から発売が開始された。7月31日には日本でもマイナーチェンジが行われた。欧州向けモデルにはコモンデール方式のディーゼルエンジン 2AD HV が設定され、 高い評価を受けており、欧州では販売台数の半分近い車両がディーゼルと言われている。2006年7月31日、マイナーチェンジモデル発売開始。フロントのグリル、ネッツマーク追加、バンパーヘッドランプ、フォグランプ、リアのコンビネーションランプなどをデザイン変更、サイドターンランプ付けドアミラーを全車に標準装備。国内向けエンジンは、 島内直接燃料噴射 DE-4 システムを採用した直列4気筒の2.4リットルと2リットル2.4リットル 2AZ フスはプレミアムガソリン仕様で 163PS23.5KGFM2 リットルはレギュラーガソリン仕様で 155PS19.6KGFM を発生する駆動方式は FF で2リットルは フルタイム 4WD も選択可能。ゲート式フロアシフト式の5速、2.4リットル4速、2リットル AT と組み合わされる。グレードは2.4リットルの最上級チート標準 LI2 リットルは臭いの3タイプ。LI は16インチアルミホイール装着。ディスチャージプロジェクターヘッドランプ、パワーシートなどをチーには 17インチワイドタイヤア,アルミやカーテンシールドエアバッグ本革シート CD MDO オーディオなど豪華装備を備える盗難防止システムを全車標準装備またコンライト、瞬間燃費や航続可能距離などの車両情報を表示するマルチインフォメーションディスプレイなどを新た全車に採用するとと,ともに DVD ナビゲーションシステム位は標準装備その他は オプション設定には、音声ガイダンス機能付けカラーバックガイドモニターを設定するなど、利便性を高めている。2008年12月5日、在庫車限りで、日本での新車販売を終了。これにより、ネッツ扱いのセダンとステーションワゴンは一旦、消滅した。なおその後、プリウスが2009年5月のフルモデルチェンジにより、取り扱いを開始したため、約、 半年ぶりに、ネッツ店でセダンを扱うようになる。また、同年12月からは同じくセダン型のハイブリッド車で、ある、新型車の際を、さらに2011年5月より、プリウスのワゴンモデルであるプリウスアルファーも、取り扱うようになった。三代目は2008年8月29日に、パリモーターショーで、新型セダン、サルーン、ワゴン、ツアラーが初披露され、 2009年1月より、欧州で販売が開始された。なお、2代目まで設定されていた5ドアハッチバックセダン、リフトバックについては廃止された。初代及び2代目同様、生産は英国、ダービーシャーにあるトムックのバーナストン工場で行われている。ボディデザインは ED にトヨタヨーロッパデザインデベロップメントが担当。空気抵抗係数、CD 値は、 セダンが0.28、ワゴンが0.29という数値となっている。サスペンションは、先代同様、フロントがマクファーソンストラット、リアがダブルウィッシュボーンという組み合わせとなる。エンジンは、ガソリン車が 1600cc、1800cc、2000cc で、すべてバルブマチック仕様となり、ディーゼル車は 2000cc と 2200cc、2種類の コモンゲール式直噴ディーゼルターボとなる。主なオプション装備として、バイキセノンヘッドライトや AFS、アダプティブフロントライティングシステムなどの設定がある。また、安全装備としては、運転席及び、助手席、SRS エアバック、サイドエアバック、カーテンエアバック及び、運転席、2エアバックの7エアバック、アクティブヘッドレスト、TRC VSC、 そうだトルクアシスト機能付き。日本での SVSC と同等が全車標準となるほか、アダプティブクルーズコントロールシステム、プリクラッシュセーフティシステム、レーンキーピングアシストがセーフティパックとしてセットオプションの設定がある。なお、衝突安全性についても2009年のユーロンキャップのテストで5つ星の評価を獲得している。 仙台で行われていた日本市場への輸入販売は、同市場における需要を鑑みて3代目では見送られていたが、国内ラインナップにこのクラスの2列、ステーションワゴンが存在しないことに加え、2007年に廃止されたトヨタ店、トヨペット店扱いだった、カルディナ、前身はカリーナサーフトヨペット店扱いだった、マークイーブリット、前身はマーク2ワゴン、トヨタ店扱いだった、 クラウンエステート、全身は、クラウンワゴンの代替ユーザーの取り込みも狙い、2011年6月24日に、ワゴンのみ輸入を再開すると発表。本来は5月24日だったが、東日本大震災の影響で順延された。なお、発売開始は9月19日。仙台同様、パナマ運河経由で約40日かけて、日本に運ばれ、堤工場で、不機検査を受ける。 日本に導入されたものは 3ZR フェイ型2.0リットルバルブマチックエンジン。ただし、バルブマチックエンブレムはない。CVT、スーパー CVTI 搭載のワゴン、臭いの 2WD 車。車両形式は、ZRT272W 型のみで、欧州仕様に設定されるセダンや、ディーゼルエンジンは用意されない。ボディカラーもスーパーホワイト E、ブラックマイカ。 シルバーメタリックの3色のみとし、ステアリングコラム左右の操作レバーのレイアウト、CVT 制御やサスペンションのチューニングは、欧州仕様のものをそのまま使用。また、トヨタブランドとしては、初の電子式、パーキングブレーキを採用している、トヨタ全体で見ると、レクサス LS に次いで2例目。欧州仕様をそのまま活かしたことで、スポーティでしなやかな走行性能を持つとともに、 バルブマチックエンジンと CVT の採用により、JC08 モードで 13.6kmL の低燃費を実現し、平成22年度燃費基準プラス10%を達成した。なお、エコカー減税は対象外となっている。取扱いチャンネルは以前取り扱っていたネッツ店に加え、上記の理由でトヨタ店、トヨペット店でも販売する。なお、カローラ店では取り扱われない。 日本市場の登場は改良が押し迫った時期であったため2011年7月から10月までの期間限定生産であった2012年2月29日に日本使用向けワゴンのマイナーチェンジを発表同年4月16日発売ヘッドランプに LED のクリアランスランプ、車幅等を追加し開口部を強調したロアグリルを採用するなどフロントデザインを変更し インテリアにおいても、シート表皮デザインの変更や、ドアグリップサイドレジスター、両サイドの空調を吹き出し口イタークラスター、ドアスイッチベースに、加色の追加や変更を行い質感を向上した。合わせて、既存の、臭いに加え、フロントフォグランプ、17インチタイヤホイール、アルカンターラ本側の専用シート表皮、木目調加色、センタークラスタードアスイッチベース、 運転席電動ランバーサポート、クルーズコントロールなどを装備した上級グレード LI を追設定した。マイナーチェンジに伴い、期間を設定しない通常販売となった。2015年10月5日に、日本使用向けワゴンの2度目のマイナーチェンジを実施。内外装が刷新され、外装ではヘッドランプをビ,ビーム LED ヘッドランプに変更し、 ドアグリルを大きく力強いデザインとすることでダイナミックなフロントマスクとなった。内装ではインストルメントパネル上部からフロントドア上部へと流れるようなデザインにすることでフロとト全面を一体化してワイド感を表現したほかセンタークラスターを異常変更。メーターは2つの円筒形状のシリンダーデザインにより立体感を持たせた。シートの形状も変更したほか内装色は LI には新色のテラコッタを、臭いにはグレーをそれぞれ採用したほか、臭いはシート表皮をアルカンターラファブリックに変更した。燃費性能では CVT を改良したことで燃費を 14.6kmL に向上して、平成27年度燃費基準を達成した。安全性能も強化し、レーザーレーダーと単眼カメラを組み合わせ、プリクラッシュセーフティブレーキ、 レーンデパーチャーアラート、オートマチックハイビームの3つで構成された衝突回避支援パッケージ、トヨタセーフティーセンス C を全車に標準装備した。2016年5月18日に日本使用向けワゴンの一部改良を発表、7月25日販売開始。副いにおいて切削加工を施した16インチアルミホイールを新たに標準装備した。 2018年4月27日をもって、日本国内での販売を終了。同日に公式サイトが閉鎖された。なお、日本国内では既存の5人乗り仕様のプリウスアルファーが事実上の受け皿となる。2018年8月、イギリスでも受注を停止した。後継車種として、トヨタカムリ XV70 型が同市場に投入され、イギリスでは14年ぶりに、 カムリの社名が復活することとなった。ステーションワゴンは同じく2019年春以降、を、目途に投入が予定されている、カローラツーリングスポーツ、既存のオーリスツーリングスポーツの後継車種が、事実上の受け皿となるが、アベンシスは D セグメントの車であるのに対し、12代目カローラツーリングスポーツは C セグメントの車であるため車格が異なっている。 2010年の BTCC、イギリスツーリングカー選手権にアベンシスをベースに GRP モータースポーツが開発した NGTC 規定のプロトタイプがお披露目された。2011年から独立系チームの有力マシンとして長く活躍し、総合で多くの勝利を挙げているほか、2017年にスピードワークスのトム・イングラムがインディペンデント選手権チャンピオンとなっていた 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。